にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、栃木県に向かっております。栃木県の宇都宮に餃子を食べに行きます。そして今は、埼玉県の首都圏改革放水路という地下神殿と呼ばれる、観光スポットに行ってきました。まずは概要欄 URL より、前回の動画をご覧いただけたら嬉しいです。この後ここから約1時間半ぐらいドライブをして、予約しているホテルにチェックインします。こっからね、もう結構栃木県来てるんで、国道4号線をバーッと走るだけですね。ではドライブ楽しみます。てい、ホテルのチェックイン時間まで少し時間があったので、近くの観光スポットを検索しましたら、この長岡百穴古墳、長岡百穴かな、ちょっと読み方わかんないですけど、来てみました。こちらです。どうですか？これね、もっと森の中とかにあったら、うわーこれかーってなってたかもしれないんですけど、なんと目の前がこれだけ大きな国道なんですよ。もう国道沿いから丸見えだったんですよね。ちょっとね、雰囲気が台無し感ありましたね。近くに行って見てみます。それでは宿にチェックインします。ホテル到着いたしました。本日宿泊するのは大和ロイネットホテルです。いつもより豪華なホテルを予約しました。チェックインしました。それでは簡単にお部屋の紹介です。すごく広い、お風呂ですね。お風呂とトイレが別になってます。ちょっとさっき開けたんですけどね。そして部屋がなんとマッサージチェアがついていて、この広さ広い。こういうビジネスホテルとかシティホテルでこの広さは初かもしれない。で、最上階なので景色も素晴らしいですね。一息つきました。宇都宮にもう何回来たか分かんないですけど、宇都宮の駅の周りにはすごく安くていいホテルばっかりなんですよね。前回行ったホテルもそうだったけど、これはね、いろんなホテル泊まってみたくなりますね。それでは、夜ご飯の時間まですることもないので、外も暑いし、ゆっくりします。寝ますね絶対。寝てしまいました。1時間ぐらい寝た。ベッドがすごく気持ちいいです。お布団ふかふか。ではキラスワで、結構遠いのでここからゆっくり宇都宮の街観光しながら向かいます。宇都宮なんかすごいことになってません？こんな綺麗だったっていうか、新たに工事してるよねこれ。以前こっち側来た時こんなことにはなっていなかった。宇都宮いいなこれは。こちら側は以前と変わらない景色で安心しましたね。せっかくなので餃子像見ていきますか。あと10分くらいで着くんですけど、宇都宮ね、やはりホテルがめちゃめちゃ多い。シティホテルが見渡す限り
駅の周りに10軒くらいあったんじゃないかな、もっとありそう。そういえばどこの餃子屋さんに行くか言うのを忘れてたんですけれども、キラッセです。もうこのチャンネル内では何回登場したろう、3回か4回ぐらい登場したかもしれないですけど、もうそれぐらい何回も行ってもいいぐらいすごく好きなところなので、本日もキラッセに行っていろんな餃子屋さんの餃子を食べます。繋がっているから大丈夫。今まで何度も見かけたことのあるこの神社の階段を登って、初めて本殿を見ます。見えた。それではキラッセはもうここからすぐなので、いよいよキラッセに入ります。腹減ったよ。来ましたよ。混んでるわ。ビールだ。乾杯。餃子来た。うまそう。いただきます。好きなんですよ、この羽根付き餃子。ほんと美味しい。コーランのこの黒スープ餃子とネギ塩だれ餃子だけど、ネギ塩餃子かな、分かんないけど、マジでおすすめです。ほんとね、味変なんですよ。この黒スープ餃子は毎回頼んでます。うますぎて止まらない。ここに来てまだ30分ちょいなんですけど、もうむさぼり尽くしてほぼ空っぽですね。ほんとうまいんすよ。どんどん追加注文しております。今回はコーラン、だいぶコーランに偏ってますね。ほとんどコーランで注文してるかもしれない。お酒もこれ初めて頼みました。味噌だれ餃子うまそうっすね。私は正直に言いまして、味噌だれよりも塩だれ派ですね。もうだいぶお腹いっぱいになってきましたよ。でそんな時にこちらのコーランの黒スープ餃子を食べると、またさっぱりして一からやり直せるという感じでございます。ごちそうさまでした。マジでお腹いっぱい。1人4皿24個ですね。それぐらいしかやはり食えませんでした。小食になったもんです。ちなみにここのフードコートみたいなところ潰れちゃったのかな。感想などはまたホテルに戻って、言いたいと思います。とりあえずホテルに戻ります。いいですね、この飲み屋街。ほとんどお客さんが入っておりません。いいっすね、雰囲気が。ちなみにキラッセに滞在していた時間が約1時間ぐらいなんですけど、それでもね、どちらかというと長く滞在していた方かもしれない。いやー、この雰囲気を味わいながら帰ります。宇都宮ね、ほんといい街だと思うんですよ。これそこまで人も多いわけじゃないし、飲み歩きとかしたらマジで最高だと思うな。いつもお世話になってるコーランって駅前にあったんだ。この通りいつも歩いてたのに気づかなかった。全然
部屋に戻ってきました。結構遠回りしたつもりですけれども、まだ7時半前という、なんともゆったりした流れでしょうか。いや、キラッセですけど、相変わらず素晴らしかったですね。都内に一つキラッセ丸ごと置いたらすごく売れるんじゃないかなとも思いますけれども、宇都宮で食べるからこそ雰囲気はいいのかもしれないですね。若干気になるのが、自分の知ってる限りではキラッセにある店舗はずっと変わってないのかな。最近できた新しい店舗とか人気店っていうのはまた違うところで食べれるのかな。キラッセ別にもあるんですよね。それも気になるところでしたけれども、本当に美味しかった。そして宇都宮の街自体が素晴らしい、本当素晴らしいわ。飲み歩きも最適だし、綺麗な店舗だらけだし、人もそこまで多くないので、もう一日過ごせますよ。この後はいつものように温泉とかではないので、ゆっくり過ごして、また夜、お腹が今いっぱいなので、お腹に空きがあれば、晩酌でもしようかなと思います。風呂入ります。なんとこちらのシャワーがですね、このセレブ式です。天井についております。風呂上がりました。気持ちよかった。とにかく風呂が広いですね。そしてセレブシャワー、ほぼ使いませんでした。まだ9時ぐらいなんで、ゆっくりして晩酌しちゃおうか悩むとこだな。まだお腹いっぱい。せっかくなんでお腹いっぱいですけども、一杯だけ飲んじゃいます。なんと贅沢な時間だったんでしょうか。それではおやすみなさーい。おはようございます。朝です。昨日餃子食べて喉乾いたので、水飲みすぎてむくみが半端じゃないです。お風呂入って朝ごはん食べます。風呂出ました。さっぱりしました。完全に目が覚めた。なんとこちらのホテル2時チェックインの11時アウトなので、すごくゆっくりできます。比較的宇都宮は11時アウトのホテルが多いような気がしますね。それでは朝ごはん食べます。いただきます。イオンの豚汁うまい。ごちそうさまでした。ではチェックアウトの準備します。はい、というわけでチェックアウトいたします。今回はこちらのホテルの景色をご覧いただきながらお別れしたいと思います。どうでしたでしょうか。一泊二日宇都宮の旅、良かったですよね。良さがだいぶ伝わったと思います。宇都宮の再開発で、これからどんどんまた大きくなって綺麗になっていくんでしょうね。そして餃子を食べるためだけに一泊二日っていうのは全然ありかなと思いました。特にお酒が飲めるっていうのは大きいんですよね、宿に泊まることによって。そしてホテルもかなり多いですし、安いですし、11時チェックアウトのところも多いですし、ほんと言うことないぐらい宇都宮駅での宿泊は楽しめるかなと思います。また絶対に宇都宮来ます。というわけで、今回の旅はこれで終了とさせていただきます。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。